アトラハシース、またはアトラハシス、アトラハーシス、エイトラヘイシスは、紀元前18世紀に3枚の年度版にアッカド語で記されたジョジシの主人公。いわゆる大洪水伝説に登場する旧約聖書の創世記録章以降に収録されているノアの箱舟の主人公ノアにあたる人物。アトラハシースは、アッカド語で、謙規派、最高の賢者の意で、 新語系であり、元来は、アトラム・ハシース、エイトラ・エム・ヘイシスと呼ばれた。アトラ・ハシース・ジョージシ以外にも、各神話や伝承に名前を変えて登場するが、以下に示すものは、基本的に、同一人物として描かれる。例として、ギルガメッシュ・ジョージシにおける彼はコバビロニア語のウタナピシュティム、ウタナピースティムの変形名と解された、ウトナピシュティム、ウッドのピースティムと述べられているほか、 シュメール語の大洪水伝説では、永遠の生命、永続する生命の意であるジウスドラ、または、ジウスドラ、ジウスドラ王と呼ばれた。なお、ジウスドラについては近年、ジウドスラと読むべきであるとの説が出されている。ヘルニズム時代には、ベロッソスチョギリシア語版、バビロニア史において、ジウスドラのギリシア語家であるクシストロスの名で伝わった。 設計文字粘土版上術の粘土版3枚について。粘土版アヌ、エンリル、延期による宇宙の創造をエンリルは、海の神々に、農業、治水を命じる。40年後、海の神々は、反乱を起こす。延期は、人間を作って、農業と治水を行わせることを提案。母親人フルサグは、死んだ地の神ゲシという絵の肉と血を混ぜた粘土で、人間を作る。 神々は粘土に唾を混ぜる。10ヶ月後、人間が誕生。粘土版に人間の過剰人口、エンリルは人口を減らすために飢餓と干ばつを1200年ごとにもたらす。エンリルは人間を破壊するために洪水を起こすことを決める。粘土版3イルガメシュジョジシ、粘土版11にて改めて記載。ンキはシュルッパクのアトラハシースに家を解体して船を作り、 エンリルが起こそうとしている洪水から避難する術を話す。アトラハシースは彼と彼の家族、動物と船に乗り扉を閉め避難。嵐と洪水が起こってから7日後、アトラハシースは神々に生贄を捧げる。エンリルは、エンキが計画を漏らしたことを咎めるも、エンキとエンリルは若い。ありがとうございます。